こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくやっていきたいと思います。若干鼻声ですけどね。えー、今日のテーマはね、年利10%って本当こんなにやばいソーシャルレンディングってことでね、話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました。えー、学長は株式、債券、不動産など中心とした資産運用をお勧めされています。過去の動画でこれらに分散投資した場合の長期的なリターンはせいぜい年利5%ぐらいだと言っていました。しかし、ソーシャルレンディングなら年利5%以上の利回りがたくさん見つかります。 中には7%、8%、時に10%を超えるような案件もあります。ソーシャルレンディングなら株式のような激しい値動きがなく、価格変動に心を惑わされる心配もありません。ソーシャルレンディングを使って運用した方が効率がいいと思うのですが、学長はどうお考えでしょうかっていう質問をいただいたんでね、えー、解説していきたいと思います。でね、えー、僕、この動画を初めて見るっていう人もいると思うんでね、えー、僕の簡単なプロフィールです。えー、高校生の時に起業してで、高校卒業と同時に本格的に会社を起業してね、で10代の時に年間1億円以上の利益を上げた。 その後もたくさん失敗もしたりとかね、しながら、現在、企業歴20年以上でね、ずっとやってこれてます。で、経済的自由を今は達成して、友達向けに投資であったりね、お金の知識を発信スタートしたんですね。で、現在、SNS トータルで約40万人の方に、フォロワーの方にね、見ていただいてますので、もう少し、プロフィールに興味のある方はね、この辺の動画で何をやって稼いできたのとか、どんな投資してるのとか、ね、いろんな経営の経験とかも含めて話してるんで、参考にしてほしいかなと。で、投資についてもね、失敗をたくさんね、してきたで ですけど、えー、自分のスタイルを確立したりとか、えー、してるんで、その辺の話も含めてねしていきたいかなと思います。で、えー、今日のこのソーシャルレンディングってどうなのってことについての結論ですね、本当によく聞かれるんでね、えー、このソーシャルレンディングについての結論は、えー、こうですね、ほとんどの個人投資家にとって必要ないと、えー、僕はこういうふうに思いますね、えー、僕自身はソーシャルレンディングはやらないし、人にも決してお勧めしないと。 で現状、当然ね、家族であったり友人にもお勧めしませんと。理由はこの3つと。1つ目が業者の不正が怖いっていうのが1つ目で、2つ目が投資先がハイリスクなんだと。3つ目がリターンのアップサイドが限定的と、上振れが限定的なんですね。要はリスクとリターンが合ってないんだよってことです。明らかに初心者向けの投資じゃないんですね。 なんで今日は、えー、ソーシャルレンディングの仕組みについて簡単に解説しつつソーシャルレンディングのヤバさについて話をしていきたいと思います、えー、どんどんね最近いろんな業者が出てくるんでどうですかどうですかってよく聞かれるんでね、えー、まとめました、えー、で解説に行きたいんですけど、えー、ソーシャルレンディングの仕組みですね、えー、ソーシャルレンディングっていうのは、えー、皆さんのお金をね他人に貸して利息を得るっていう投資ですねで登場人物は3人で 一、えー、人目が個人投資家お金を貸す人ですね、えー。だから皆さんになります。で、二人目が、えー、ソーシャルレンディング業者。これが仲介業者になりますね。 で、3人目が中小企業ですね。お金を借りたい人と。で、お金の流れは、えー、こんな感じだよと、えー。個人投資家から中小企業にお金を貸すんだけど、えー、間にね、このソーシャルレンディング事業者っていうのを挟んでるよっていう。えー、ソーシャルレンディング業者が個人投資家からお金を集めて、えー、それを中小企業とかに貸し付けるんですね。で、中小企業から、えー、利息込みで返済してもらって、で、この間のソーシャルレンディング業者はそれを個人投資家に分配するっていう。まあね、仲介業者が入ってるだけで、考え方としては結構シンプル。 なんですよね、えー、仲介業者を通じて、えー、氷菓子をやってるだけっていうことなんでね、えー、ただただそれだけだよと。なんで、えー、皆さんはね融資先を見つけてきてくれたこのソーシャルレンディング業者にね手数料を数を支払うだけで年利5%から10%程度の利息が得られますっていうことになるんですけどそれだけ聞くとねえー、なんかいいじゃないみたいな。 するじゃないですか結構ブロガーとかでもお勧めしてる人がいたりとかするんだよねでね。これ素晴らしいと思いますかね皆さん。このソーシャルレンディングなんですけど、一見良さそうに思うかもしれないんですけど、やばいポイントが2つあるんですね。今からそのポイントを2つ話したいんですけど、こんなにやばいソーシャルレンディングと、やばいポイントの1つ目が、業者の不正リスクがめちゃくちゃ高いんですね。このソーシャルレンディング業者の不正の歴史をもうご覧くださいって、もう不正に次ぐ不正みたいな歴史なんですよ。 もう完全真っ黒の詐欺集団って言っても過言じゃないぐらいひどいですよ。えー、社名、例えばみんなのクレジットね。えー、2017年3月に業務停止処分になってるんですね。でどんなことをしてたかっていうと、まず担保設定してないファンドを、あたかも担保設定されているかのような誤解を与えて投資家から資金を集めたと、えー、このファンドね、この資金集めますけど、担保があるから大丈夫ですよっていうふうに、あたかもあるかのように、えー、見せかけて誤解を与えて、えー、あ、じゃあ安心だなって、担保があるから安心だ ってて思わせて投資資家から資金を集めたとそれから不動産事業会社に投資するって言ってたのに投資家から集めたお金を自分の親会社に貸し付けてたとかねそれからポンジスキームをやってたとポンジスキームっていうとねもう過去に何回も出てきてると思うんですけど投資家にねみんなから集めたお金を資産運用してその運用益を高配当で還元しますって言って資金集めるわけですね僕が皆さんにね今から僕が代わりに運用するからってお金を集めるわけですね でも実際に運用は行わないと。皆さん100万円ずつ投資してくださいね、僕にって言って、えー、お金を集めるんですけど、実際に運用は行わないと。で、後から、えー、どん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 参加者が増えるんで、参加させたね、えー、別の出資者から集めたお金を、えー、最初の出資者に配当金だって偽って渡すんだと。実際何もね、えー、運用してないんですね。 あたかも資産運用から利益が出てるかのように装うっていう、こういうことなんですね。えー、自転車操業なんですよ、ただの。で昔っからある詐欺の手段で、ね、最後に必ず破綻するんですけど、えー、仕組み上ね。なんですけど、最後の方まで分かりにくいんですね。世の中の詐欺のほとんどがこのポンジスキームなんですけど、えー、お地蔵さんの話でも過去に話してるんですね。お供え物をしたらね、えー、増えるお地蔵さんがあったと。えー、おむすびですだよー言ってね。 お供え物したら翌朝にねまた2つになってるわけですよおむすびがねでこうなっていくと今度いろんなものをお供えお団子をお供えしたら2つになるし柿とか果物をお供えしたら2つになるしどん,どん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 倍になるわけですねで町中の村中の人たちがどんどんねもうお,お地蔵様にお供えするわけですよ家財道具一式お供えしてさあ明日倍になってるかなって楽しみに村人がみんな行ったところでもうすっからかになっちゃうっていうねすべての財産を失っちゃうっていうそういう昔話がね もう少し詳しく知りたいという人はね、えー、漫画動画見てください。えー、あなたも必ず騙されると、えー。実力最強の投資詐欺ってことで、えー、漫画動画になってるんで読みやすいんじゃないかなと思います。っていうね、これ以上3つやってたんですけど、まとめるとね、 嘘をついてファンドを募集して、投資家から集めたお金を親会社に貸しちゃって、その上資産運用したふりして自転車創業ってもうね、不正やりたい放題ですよね。で、2017年7月にも、この業務停止処分2回目受けてるんですよ。で、2019年12月現在、みんなのクレジットの公式ホームページね、こうなっちゃったんですよ。 工事中になっちゃったっていうね、かわいいマさんのやつ出てますけど、マさんですかね。えー、工事中になっちゃった。投資家から45億円も大金集めてた企業がこれですよ。ね、ちなみにね、このみんなのクレジットっていうソーシャ社連なんですけど、えー、みんなのクレジットの講座を開設させるとね、紹介料が1万円とか、えー、それ以上とかもらえたんですよ。だから、2017年当時ね、ブロガーとかアフィレーターとかインフルエンサーとか、このみんなのクレジットを他人に紹介しまくってたんですよ。1万円もらえるからね。 闇が深いですよね。で、7%、8%、えー、っていう利回りってね、インフルエンサーたちが言ったら結構みんな解説するし、講座解説する分自体にはお金がかからないから、ある意味紹介しやすいんですよね。なんですけど、えー、本当にね、えー、こうやってこんな感じで潰れちゃったと。なんで今も急にね、このソーシャルレンディングってのを進めまくるブログとか、えー、YouTuber とか、まあいろんな人、インフルエンサーとかいると思うんですけど、そういったブログが増えてきてるんでね、えー、ご注意よっていうことで、このソーシャルレンディング定期的に問題になってますからね。 で、このみんなのクレジットだけじゃなくて、他の会社も不正しまくりなんですけど、あんまりね、詳しく説明すると長くなりすぎるんで、簡単に説明します。で、不正の内容はもうどこも似たような感じですね、えー。マネオっていうね、ソーシャルレンディング会社あったんですけど、1600億円以上集めたソーシャルレンディングの最大手なんですね。で、ファンド募集の際に虚偽表示をしててね、2018年7月に業務改善命令と、で、社長は退任するわ、ファンド募集停止するわの大騒ぎで、今も募集停止中なんですよ。で、業界の採用、えー 大手でですすらこのレベルですよ他にもラッキーバンクってところとかあってね雑誌とかにもよく載ってたりしたんですよ150億円も集めた大手のソーシャルレンディング業者でファンド募集の際にえ重大な誤解を生じさせる表記をしており2018年3月に行政処分を受けるとで2019年の3月に、えー、金融商品取引業の登録取り消しですね免許取り消しになってますそれから、えー、トラストレンディングですね えー、83億円を集めた中堅ソーシャルレンディング業者なんですけど、まあ、これも一緒ですね。ファンド募集の際に虚偽表示ですね。で、2018年12月に業務停止命令。で、2019年3月に同じく免許取り消しってもうありすぎて紹介しきれないんですよ。もうね、笑えないぐらい笑えないっていうね、ほんと実際にもう損をこむってね、泣いてる投資家がたくさんいるわけですよね。なんでもうこのソーシャルレンディング業界全体信用できひんみたいな、今そんな状態なんですよ。まあ、SBI ソーシャルレンディングが業界にとか、クラウド クラウドバンクが業界3位とかね、まあ、CM バンバン流して知名度アップのために頑張ってるんですけど、クラウドバンクだって2018年にね、えー、不正やって行政処分受けてるっていうのは、まあ、そんな状態なんですね、今、業界全体がそんな状態なんで、とても安心して預けれないと、えー、当然ね、えー、そういってもまともなことをやってる会社っていうのもあるかもしれないですけど、ゴミの山から一生懸命まともなものを探すっていう必要はないと思うんですね。 で有名な資産運用会社のバンガードとかブラックロックとかのね、ファンドを買えば十分なわけですよ。数百兆円を運用する世界最大レベルの資産運用会社ですよ。実績とか信用とか全てが桁違いと。もう、要はどこの馬の骨ともわからん会社とね、お付き合いなんかしなくっても、世界最高の美人で性格が良くて手数料も安いっていう、えー、そういう会社と誰でもクリック一つで付き合えるのに、どうして、えー、そういうね、わ、え、け、ー、のわからない会社とお付き合いしないといけないのかっていうこと なんですね、えー、賢い投資家はまともな資産運用会社の商品に投資してると訳、えー、のわからん会社に簡単にお金を預けてしまうっていうのはねもう情弱だけだよとなんで天敵からお金を検守しましょうと、えー、そういうことですね90年以上語り継がれてる大富豪7つの教えにもね、えー、ちゃんとお金を検守せよっていう教えがあるぐらいですから、えー、動画ね見直してほしいと思います で、これがやばいポイント一つ目と。不正リスクがもうめちゃくちゃ高い。で、やばいポイントの二つ目なんですけど、投資先のリスクもめちゃくちゃ高いんですね。この貸し出し先のリスクがめっちゃ高いんですよ。仮に不正をやってなかったとしても、貸し出し先のリスクがめちゃ高いと。このソーシャルレンディングの投資対象になっている中小企業ですね。お金を最終的に貸す貸し出し先の企業っていうのは、なぜこんな高金利でね、個人投資家からお金を借りないといけないと思います銀行が超超低金利で今お金貸してくれる時代です。 ちょっといい企業とかだったら1%未満とかすごく低金利でお金を貸してくれるわけですよ銀行がねで中小企業でも十分1%台でお金を借りれるようなそういう時代なのになんでこんなね7%とか8%とか、えー、そういった金利でお金を借りないといけないと思いますそういう会社って皆さんね答えは簡単ですよ 銀行が貸してくれないからですなんで融資、えー、のプロである銀行がねお金を貸せないような投資先に銀行よりもお金に余裕のない個人投資家が貸せると思うのかってことなんですね。で個人投資家には融資先を調査するような専門性もないわけですしね。 なんでこういう状況なんだよと。で、世の中にはね、えー、お金を借りる企業っていうのを格付けしてる会社があるんですね。えー、格付けの例はこんな感じで、AAA が一番上なんですけど、まあ、AA とかシングル A とか BBB とかね、えー、どんどん下がっていくんだよと。で、BBB までが一応投資的格って言われてるギリギリこの辺までだったら、まあ、お金貸して投資できるよねと、投資対象になりうるよねっていう話になってて、でこの BBB 未満っていうのは投機的格付け。つまり、えー、ギャンブル性が高くってプロ向けってあ 扱いなんですねで例えば 味の素とか花王とか NTT データとか聞いたことある企業だと思うんですけどこういう会社とかは AA なんですねカプコンとか商泉三井とかグリーとかいった有名企業ですよねこういう有名企業でさえギリギリトリプル b なんですね大体感覚つかんでくれますかねこんな有名な企業でもこのぐらいの格付けなんですよでこのトリプル b でさえ統計上はね1年以内に0.5%はデフォルトすると借金が返せない状態になるんですねだから200社あったら 1>, 1社ぐらいは1年以内にお金が返せない借金が返せないような状態になるんだよと。 で、これがシングル B であれば、1年以内に20%はデフォルトするっていうね、借金が返せない状態になっちゃうっていう、そんな感じの、えー、格付けのね、えー、状態なんですね。で、ソーシャルレンディングの投資先っていうのは、銀行からお金を借りられないような零細事業者ですよ。貸し倒れ、お金が返ってこないっていうことが起きないわけがないんですよ。だから明らかに初心者向けの投資じゃないんですね。なんで、えー、この2つの理由からね、かなりやばいんだよとかも、このソーシャルレンディングで、それが分からない状態でみんなお金預けてる人ってかなり 多いですよね利回りにばっかり目を奪われてねだから気をつけましょうと。 でもう一つ、これだけリスクがあるのに、リターンは限定的なんですね。話をしてきたように、このソーシャルレンディングっていうのは、リスクがめちゃくちゃ高いわけですよ。業者の不正リスクはめっちゃ高いし、投資先のリスクがめっちゃ高いと。それなのに、リターンはよくて数とかね、まあ、7%、8%とか、まあ、その程度じゃないですかで。もし貸し倒れが起きたら、貸したお金が丸々吹っ飛ぶわけですよね。で、リターンが限定的なんで、一度大きく負けると、もう取り返せないわけですよ。 でこの零細事業者にお金を貸して、ただ無事を祈るだけの投資って、これ、安心してお金預けられますかねこの例えばですよ 新興企業ね、スタートアップの株式会社に投資するのであれば、お金がゼロになるっていうリスクは確かにあるんですよ。あるんですけど、その一方で、投資資金が10倍とか100倍になるっていう可能性がありますよね。いわゆるベンチャー企業とかに投資して、えー、上場を狙うみたいなね。まあよくありますけど、ベンチャー投資とかで。で、確かにお金なかなか上場できない可能性の方が高いし、お金がゼロになるっていうリスクはあるんだけど、うまく上場できたら実際10倍どころか100倍とかね、まあ1000倍とか、えー、そういう風になる可能性ってありますよね。だからどうせ ハイリスクなんだったら、このリターンが青天井な分、この方がマシと。ハイリスクの投資なんだったら、ハイリターンでないと合わないわけなんですね。なんだけど、このソーシャルレンディングっていうのは、ハイリスクなんだけど、ローリターンっていうね、ことで全然合わないと。 なんで、えー、まとめに行きたいんですけど、メリットばっかりに目をとらわれるんじゃなくて、リスクの高さを見ようねってことなんです。えー、質問者さんの方ね、えー、よくいらっしゃるんですけど、年利5%から10%が狙えるんですけど、どう思いますかとかね、えー、聞かれるんですけど、これは貸し倒れが起きなかった場合のマックスの利回りなんですね。銀行が貸さないようなレベルの零細中小事業者と相手なんだから、貸し倒れが起きないわけがないんだよと。だから、えー、リターンばっかり見るんじゃなくて、リスクを見ないとダメなんだよと。このリスクとリターンを必ずセットで見ないといけないんですね。 他の質問者さんで元本の変動がないから心穏やかに長期投資できると思うんですけどどう思いますかとこのソーシャルエンディングね聞かれたりするんですけど貸し倒れリスクが非常に高くて無事を祈り続けるのは大変だよと現に貸し倒れとかね返済が遅れてしまってやきもきしてる投資家っていっぱいいるんですよえ今日挙げたような名前の会社とかに投資してたっていう人も多いですからね,ね業者がね不正やってないかどうかっていうのももう非常に心配ということなんでメリットばっかりに目をとらわれずにリスクの高さも見ましょうともちろんね 全全部が全部がダメっていいう気はないですよ、えー。まともなソーシャルレンディング業者とか案件っていうのはあるとは思うんですけどわざわざゴミの山からまともなものを探すっていうのは時間がもったいないですよね、えー、探し当てたところでダイヤモンドでもないですからということでね、えー、最後にどうしてもソーシャルレンディングみたいなものに興味があるっていうんだったらこの HYG っていうのをね、えー、検討しましょうと どういったものかっていうと、ハイイールド債ですね。いわゆるさっきの格付けがトリプル b 以下の債券ばっかりを集めたファンドです。運用総額が1.5兆円ぐらいあるんですね。 でこのファンド、たった1本で、日本のねソーシャルレンディング業界全体の6倍以上ですよ。えー、そ,ういうそういった ETF というかねファンドですね。でこのブラックロックが2007年に作ったファンドなんですね。で分配利回りが年4%から5%と高いと。えー、設定以来ね、ね13年のトータルリターンは年利でだいたい5.4%ぐらいと。で1000以上の米国企業に分散投資してるんで、分散はバッチリだよと。えー、株式並みにハイリスクだけど、ソーシャルレンディングよりははるかにまともな商品。

怪しい業者を通じて、たった数社の中小企業に投資するのは、これはまともな資産運用と言わないよと。ブラックロックを通じてとかね、こういう本当に素晴らしい企業を通じて、1000以上のね、えー、米国企業に分散投資、どっちがまともな資産運用かっても説明するまでもないですよね。このソーシャルレンディングの口座がなくても、証券口座があれば十分です。この HYG にしろね、えー、学長がね、好きなこの SP500 とかの有料株ファンドにしろ、えー、まともな投資商品っていうのは、す、え、べ、ー、てね、コスパ最強の楽 証券口座っていうのが一つあれば買えますから、まあ、SBI 証券でもいいですけどね。 でえー、僕がね、楽天証券を使っている3つの理由とかね、ここも解説してます。で、えー、結局ね、微妙なものに惑わされずに、王道の投資をやっていきましょうと、えー、そういうことですね。リ、え、マーリリマリって追い求めるのはわかるんですけど、きっちり、えー、リスクとリターンっていうのはね、セットになってますから、えー、美味しい商品っていうのはね、なかなか存在しないんで、えー、ないものはないと思ってもらう方がいいんじゃないかなと思います。ということでね、以上参考になったら嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとか、いいねとかチャンネル登録してもらうとね、嬉しいです。 あと、リベダイユルコミュニティね、無料でやってますんで、新しい専門家によるチャットとかも登場してまして、えー、投資についてだったらね、この米国株タパゾウさん相談室とか、えー、株式投資チャットとか、不動産投資チャットとか、色々あってね、僕もここで、えー、質問を受けたこととか、なるべく答えるようにしてますからね、ぜ、え、ひ、ー、来てもらえたらと思います。と、えー、いうことでね、えー、皆さんも体調にね、ちょっと気をつけてくださいね。と、えー、いうことでね、今日も何か一つでも参考になったら嬉しいです。今日もありがとうございました。